のハワイアントルネード、太陽ケアーが入場してまいります。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー ROD 240パウンド太陽ケア、いけケア、ケア。赤コーナー全日本プロレス無糖260パウンド無糖レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、組みに行きます。倒してまいります。粘着室よろしく。首を乗り固めに入ります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。腕を取ります。切り返します。顔面に突き刺さります。返してまいります。足を殺してまいります。腕を捉えます。腕を取ってまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、投げてまいります。ストロボ効果、フラッシュリングエルボー、抱えます。蹴ってまいります。掴んだ。キックを打っていきます。腕を回します。させません。ロックアップ、逆に振り返した。さあ天才を超えた魔術師、クロスウィザードであります、この武藤敬司。そのアメリカナイズされたレスリングテクニック、生まれ持った天性の才能、持ち前のスター性、まさに全てがメジャー級であります。武藤敬司、掴んだ。蹴りを見舞ってまいります。腕を取ります。脇固めに移行してまいります。ロープブレイクです。足を抱えます。レッグロックに捉えます。ロープブレイク、組み合います。逆に倒します。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ブレンバスターに取ります。打たせません。
をフックします。逆にバックに回った膝にピンポイント集中砲火、コブラクラッチの体勢、肘を打ち込んでまいります。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ、ロープに逃れました。腕を捉えます。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。あ、なるほど。タックルで倒した、抱き起こす、腕をフックした、シュミット式で落としていった、ブラッシュリングエルボー、組み合った、タックル、引き起こす、足を抱えた、円錐切り、ガジェット組み合った、コーナーに振った、スペースローリングエルボー、エンドフェイスクラッシャー、起こした、抱えた、シュミット流で倒していった、立たせていく、いけるか、対角線に飛ばした、腕を回した、反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。エルボーで返す、膝へのドロップキック、足を取った、ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ、さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。腕を取った、 10 minutes pass、 おっと腕を決めていった、腕をフックした、キック、いけるか、アバルス式のタックル、抱き起こす、ピンポイント膝、今体に入りましたよ。猛髄に響いたか、立たせていく、ドロップキック、膝、立たせていく、足を取った、あー、ドラゴンスクリュー、膝にピンポイント集中砲火、引き起こす、コーナーに登ってリングに戻ります。フルネルソンの体勢、エルボーで切り返す、トップロープを奪う、リングに戻ります。ガチッと組み合った、コーナーに振って、スペースローリングエルボー、そのままフェイスクラッシャー、シャイニングウィザード、一瞬で